眼科専門医の平松です。今日は手術室の医者の振る舞いについてお話しようと思います。手術室では非常にピリピリした医者が多いです。なぜかというと、一つミスがあってはいけないことですから緊張もします。また患者さんによって病態状況は違いますので、昨日と同じ手術をしているようでも微妙に違うことは必ずあるんです。そこを見逃してしまって大きく結果が悪くなっては困る。それがあるからです。ただし、きちんとした医者またはできる医者であれば、それを人に当たり散らすということはありません。なぜならば、怒って看護師や周りの人に言って、それでその人が聞いてくれるかということなんです。萎縮してしまって本当に大切なことを言ってくれないこともあります。そういうことがあっては困るので、みんなが過ごしやすくかつ緊張感を持って手術ができる環境を作ることが医者にとって必要なことです。ですが、非常に実力がなかったりとか心配性であったりとかする医者の場合は、どうしても人に当たってしまう方っていうのはいらっしゃいます。ですが、その方の場合はそういう技量であって、自分のせいだと思いたくないという人もいるんですね。例えば看護師に当たってみて、こういう風になったのはお前のせいだということで自分の気を楽にさせる医者もいるのは事実です。そのことにあなたが心配して気に病む必要はありません。それはあくまでその医者の技量が狭い、度量が狭いだけのことです。気に病んであなたがその看護または機械出し、外回りなどの作業が滞ることの方が患者さんにとっては良くないことです。あなたは自分のできることをしっかりして、そして患者さんが最終的に良くなることを一番に考えてください。もちろん往々にして手術の術者が、スムーズに作業できることがその結果に寄与することがとても多いです。ですが、怒ったり怒鳴ったりするような状況でその状態を維持することが決していいことではないです。大切なのはあくまでも患者さんやその結果が良くなることですので、そこを理解していただければと思います。